やばい。ちょっとね、今日は風がちょっと強いですね。何しに来てるかっていうと、ここね、まあ、有名なね、アニメの構想の地というか、それを構想するためにね、ある場所みたいなね、トトロの森に今向かってるんですけど、ここの何だろう、場所に何て言うんだろう、化け物が出ると、まあ、リスナーさんからね、DM が来まして、すごい広いんですよ、トトロの森って。1号地っていうとこから始まって40いくつまであるんじゃなかったかな。その中のどこにそれがいるんだって聞いたら教えてくれなくて、ヒントをくれるって。神社があって、探してみますか。この先にね、あるんですよ、そういう場所が。神社があって、畑みたいなもところがあるって。以前ね、鳥さん来たことあるんですけど、ここに神社があるんだよな。この神社ではないよね、この場所。なんかでかい女の人、背の高い女の人とかの八尺様みたいなが出るって。そこを通ります。やべえっすな、トトロの森なんて。ほんと2年ぶりぐらいになるのかな。ニュースでちょっと嫌な事件があったじゃないですか、まあ、そしたら YouTube の方が続々とね、来るようになっちゃってみたいな。夏は今年すぐ買ってみたいですね。ここの細い道をずっと行くと神社があります。どうやらね、この辺だと裏トトロって呼ばれてるらしいんですよ。裏トトロ、結構そのネットに多分ネタバレになっちゃうのかなと思って、ネットを取りさえ今見てないんですけど、それどこにあるとか書いてあるのかな。この広大な敷地の中から見つけるのって相当なことだぞと思うんだけど、鳥さんと同じぐらいでかいんでって言われて、その2メートルぐらいあるんだって、2メートル50センチって言ってたかな確か。え、もう嫌でしょ、ここ見て。嫌でしょこんな道。昔はね、こんなところを絶対怖くて来れなかったんだけどね、多分もう感覚が麻痺してる。もうこの真正面なんだけど、あそこに神社があるのよ。でね、ここの神社のそこの Y 字になってるんだけど、ここら辺で後ろから女の人がついてくるって思うの、何の音だ。まあまあまあ、女の人がついてくるっていう、そういう噂があって、噂っつか、まあ体験した人が実際にリスナーさんでいて、それでまあここに初めて来たんだよね、あの当時は。多分それが2年前の動画だと思います。ちょっと見つけてみますか。なんかすごいインスタ映えするよって言われたんですよ、まあ、それを見つけろって、心霊スポットでそれを見つけるってね、こういう今回の企画です。ここ行っていくと、よく YouTube で見るトトロの森に入れます。ちょっとこうなってて、畑あるよね、目の前にね。以前ここの神社に来た時はなんかそんなものを見た記憶はないんだけれど、特にそういったものは見えないかな、ないかな。よいしょ、ああ立派な神社だ。このトライ、トラ、狛犬じゃないよね。
どうかな。ないよね、何もね。どこのことなんだろう。こっち側ってここ以上に見るとこないんですよ。ここ下を歩いていくともう民家になっちゃうんですよね。もうちょっと山の中入ります。トトロの森の中に入っていきましょう。どうせ来たんだったらね、もしかしたらそっちにもあるのかな。見たら一発でわかるって言われたんですよ。はい、じゃあ入りましょう。裏側から入ります、今回は。はい、もうめっちゃ怖いんだよね、こういう森の中ってね。ああ、GoPro の方とかでちょっと来ればよかったかなって今後悔してます。やらかしたかな。合ってるよね。いや絶対こんなとこないでしょう。もう、ね、心霊スポット散策プラス物を見つけるみたいな感じだからね。まあ、よしとしますか。なあ、トトロとかね、出てきてもらってもいいんだけどね。ね、言うじゃないですか、ああいうクマかわいいとか怖いですよね、出てきたらね。プーさんかわいいって黄色いね、黄色に塗られたクマが出てきたら発狂しますよね。トトロかわいいってわかるんですよね、ジブリ鳥さんも大好きなんでね。でもこういう道を夜歩っててね、ちょっと想像してくださいね。歩っててあんなでかいものがあの木の間から覗いてたらどうします？俺だったら確実に息をするのをやめます。こう全身硬直して多分動けなくなるんじゃないかって思いますね。なんか声がしてるの、そっちから。なんだこっちから声がしてる。風の音と木の音じゃないな、わーわー言ってるの誰かが。俺は前こっち行って迷ったんだよね。久しぶりに周辺光、広角ライトをつけないで、ね、撮影来ましたけど、撮影の画面がめっちゃ雰囲気があって、俺撮影画面あんま見たくないんですよね。あとね、こっちのマイクのね、こっちの方がマイクいいんですよ、めちゃくちゃ。オーディオテクニカのね、レールガンマイクってやつなんですけど、これやってるな、これ多分これ来るとこ間違えてるかな。長いっつか階段があるはずなんだけど。久しぶりにこけかけた。危ない、枯れ木が落ちてきます。立ち止まらないでください。そういう面なのかな、ここは。やだな、竹やぶかなあれ。オッケーオッケーオッケー、ここ左だ。ここ道なんですよ、ここ。嫌でしょ。でこの竹がこうびっしり生えてて、この竹がたまに鳴るんですよね、ギーってカコーンとか。でこの下に階段があって、なんだかんだ一周しちゃうな、これじゃあ。まあね、ここ白骨化したね、亡くなられた方が見つかったって、まあ、全国でニュースになったじゃないですか。それからね、来てないんですよ、この音。やだな、竹のギーっていう音。 YouTube とかでこう来るじゃないですか、撮影してるじゃないですか。鳥さんもね、山で何回かあったんですけど、そういうの映しちゃってもう動画にならないっていうことがあって、よいしょよいしょ。それこそ散策中、昼間でもそうっすよね、この辺ピクニックコースなんで。もうテンションガタ下がりになりますよね。でここの下に確かトトロの看板があったような気がした。あとね、ここには絶対クマはいないんですけど、でかいなんか変な黒い影のようなものを見たって人がいて、ここに東屋があるんですよ。そこで夕方なんですけど、ご飯っていうか、なんていうか、よいしょ、ピクニックに来てた。ここですね、よし、着きました。
そしたら向こう側からゆっくりこっちによくわかんないものが降りてきたって、黒い影でなんだかわかんなかった。ここにトトロの看板があります。ちょっと眩しいよね。はい、ここから戻りますか。鳥さん家からここまで往復4時間半かかるんですよ。だからもうね、今日見つけちゃいたいですよね。何かそう見えるようなもんないもんね。絶対あとここじゃないよね。その説明してた、その人が説明したっていうあれは、神社があって畑があってそこにある、ちょっと分かんないな。ですぐ横が狭山湖って分かりますかね。たっちゃん池とか平昌門でしたっけとかいう心霊スポットがある。もう何年か前、3年ぐらい前になると、謎な道が あるって。でそこ行くと祭り林とか人の発狂した声とか聞こえるって、ツイッターで話題になった道覚えてます。まあ、結局ガセ情報だったんですけど、鳥さんもその時仕事の帰りによってそれを見つけてましたけどね。いろんな有名配信者とか来ててね。狭山湖周辺っていろいろ怖い話いっぱいあるんですよ。あとはこういうんで、その周辺にこう心霊スポットって呼ばれてるだけで、何がまあ起こるかっていうとね、トトロが出てきたら心霊スポットに、ね、なるかもしれませんけどね。得体の知れない何かだって言って、まあ、そういう確証がない状態の場所はちょこちょこあるんですよ。まあ、撮影するにはまあいいんですけどね。いいっすねこれ、なんか一本一本木があって月があってっていいっすね。今はね1号地の周りを一周しちゃいました。こっち行くと行き止まりになっちゃうんですよ。神社はこの辺にもないしな、どうしよう、参ったな。はい、もうそこからね民家が出てきちゃうんで、ダメだな、もう一回来るか。ちょっともう一回来ますわ。じゃあ一旦、終わります。ありがとうございました。今日ねバスで来ました。今日バスで来て、ですね、このあと反対側に今行こうかななんて思ってこっちが来ちゃったんですけど、なんかパッとしなくて、もう今バスの時間が結構ギリギリで、ちょろっと今見てきてここかななんて思ったんだけど、違うよね多分これ。お寺さんだもんね上ね、あんな感じ。道出ちゃうなこっちだと。裏側もう一回回ります。向こう側ね、ちょっと明るいんでこっち消しときます。ちょっと地図見ますね。もうちょい向こうっすね。ないみたいなこと言ってたけど、めっちゃ民家あるやん。やべ、多分ねみんながね見ている以上に坂道です。やばい、これおじいちゃん辛いわ。これ一昨日来たとこっすね。
で目に見てそんなでかいようなものがないっていう、ここじゃないのかな、ちょっと待って、バス停って向こうにもあるんかな、カメラなしとかでもちょっと来てみようかな、この機材を背負って草歩くのがえげつないぞ本当に。本当にまいったな、なんかいる、なんだ、なんかいる、なんだ、猫、タヌキ、あの距離の足音、俺耳で聞こえるんだ耳やべえな、そーっと後ろからついてきてた、ここで後ろをついてくるあの背の高い女の人っていうのもああいう感じでスーッて後ろついてくるらしいんだよ、まあ、タヌキだったらね、もしかしたらタヌキが化かしたのかもしれないけどね、そういう話をしたからついてきたんじゃないかな、あのタヌキみたいなのが、やめろって、本当に怖いから、ちょっとこの辺でね、こっちのカメラを切ります、もう一回切よう、もう一回いきます、お疲れ様です。はい、心が折れてます、今どうしたらいいのかなと、もう何日も何日も通い続けてね、何回目なんだろう、今日で4回目とか5回目なのかな、ちょっと分かりませんけど、こっちにいなかったらもうわからないのと、あとリスナーさんに連絡が取れなくなりました。いよいよ企画倒れだなーって今ちょっと思ってるんですけど、危なっ、もう違うもんなこっちな、ね、今日ね、まあ、撮影も一通りちょっと歩いてきて今、まあ、これ報告みたいな感じになると思うんですけど、この後ちょっとその辺のお店がまだやってるんで今日早いんでね、聞き込みに行こうかなと、鳥さんねネットで調べたんですよ、もう載ってないんですよ、いやぶっちゃけた話すると、そのなんかこういうもんがあるらしいっていう話はあったんですよね、場所は書いてないんですよやばいでしょもう
どうしようかなって今思ってて、それで今からちょっと聞き込みに行きます。はい、まあちょっと報告というかあれですけど行ってきます。分かり次第また、はい、動画をね、多分何個か動画今回あのを連ねて一つの動画にすると思うのでよろしくお願いします。行ってきます。それから数日間の間、周りのお店や住民の方から情報を聞いて歩いた鳥、ほとんどの方が知らないとの意見の中、数名の方から有力な情報を得る。その情報によると、何でも湖の西側にそのようなものが存在するという。教えていただいた場所に到着した鳥は目を疑う。そこにはリスナーの情報通り神社と畑があった。この神社に訪れた時、人は一人もおらず、湖の西側にポツンと佇んでいた。企画倒れだと思っていた455夜は突然と終わりを迎える。ようやくたどり着けました。2週間は盛りすぎかな。でも1週間半以上追い求めたあれですね。確かにでかい。鳥さんと並んでもでかいですね、うん、どうやらね、所沢の、まあ、トトロの森でこれ、所ちゃんってあの名前がついてるみたいですね。ちゃんと神社があってね、神社があってでっかい畑があってそこにいましたね。いつかまた会いに来よう。鳥は次の心霊スポットへ向かう。鳥は3年ぶりにイーグルアイを起動し空の目を呼ぶ。